はい、それじゃあ続きで撮っていきましょう。ここにはできません。舞台編成は先ほど済ませたので、とりあえずセーブして進みます。こんな市街地ど真ん中に砲撃加え始めたと思ったら、次はスーツの話？何考えてんのあんたら。こちらは付録1番、目標確認、これより攻撃に入る。こちらは赤玉3番、こちらも目標確認、これより攻撃に入る。メッションスタート。アブジェクトスティール、もう結構いるけれども、一般車両、公共物、トラック、信号機、看板、信号機、こっちには、警察車両があり、ビル、看板、モノレール。いっぱい公共物がある。で、こっちにもビール、看板、一般車両、警察車両、一般車両。さて、どっから行こっかね。狙撃兵、突撃兵、支援兵。支援兵、さっきかな。ちょっと一旦敵が近づいてくるのかな。とおお、届くんだね。そっから鬱陶しいな、遊び兵。おっと、届いたけれども、この支援兵がちょっと鬱陶しそうなんで、支援兵を倒しましょう。よいしょ、 OK。 おっと、じゃあ届くか。一応届くっちゃ届くんだね。あー、ギリギリ届かなかった。おっと、ジェームはこれアサルトライフル、インファイトやった。まあいいや、これでいこう。特化兵、突撃兵、狙撃兵。まあ、こっちはそれいいね。先に倒そう。よいしょ。おう。敵も結構硬いね。リーバス&バッドヘッド、バーチャルアホ症候群。よいしょ。まあ、死ななきゃやっていい。基本的に反撃がないからいいよね。支援兵、特化兵、うおう。許さん。ここはちゃんと命中しなさい。よいしょ。一発。脱する。当たりゃでかい。もう一回いけるか。
発だけだった。まあ良い、これで死ぬことはない。ちゃんと当ててね。スナイパーライフルなんだから。よいしょ。ちゃんと当ててね。スナイパーライフルなんだから。オッケー。ちょっとリーバスがやばいって。特化兵がね、ちょっと鬱陶しいのね。ういしょっと。よいしょ、特化兵が鬱陶しいのね。ちょっと特化兵を倒しましょう。よいしょ。どうする経過、それ以上の機動コード出すか。よいしょ。うん、効果か熱源反応。おお、それから出おったのは、いえん、うん、追加されたのはこの3匹だけが、狙撃兵、突撃兵、支援兵。まあ、でも仕方ないな。いや、ちょっと食らえ。 OK、 脱出する。さて、よいしょ、もう一回。 OK、 OK、 次のターン倒せる。ラストが先制攻撃するかな。よいしょ、ちょっとお前だけ前に行って、こっちだね、こっちだって、30でこっちだって29か。ああ、ちょっと、あ、これはインファイトじゃなくていいんだ。こっちでいいな、こっちで。よし。オッケー。出てから脱出。おう、あ、狙撃兵うっとうしいよね。よっしゃい、
行けたか。よいしょ。OK。で、リーバスは、一発。OK。からならギリギリ届かないな。じゃあこっちにしよう。はい、セイバーズ追いつきました。今回こそ謝ってあげるわ。よくもこんな方法を取れたものね。市民を巻き添えにしてまで。あんたと同じことをやったまでよ。あの内戦の時のその口二度と聞けんようにしたるわ。まあとりあえずこっちまで来てね。話はそれからだ。まあ、とりあえずあなたたちはこっちまで来て、話はそれからだ。でもギリギリ届く範囲まで行って、よいしょ。バッツ。うん。よいしょ。2発当たんないとね。バーツ。オッケー。で、よいしょ。あとはいいか。多分こっちから来るな。こっちから来るんやったらこっち行こう。そっち任せた。狙撃兵いるね。ボーメロ君の低い方こっちだな。こっちから先にやろう。
まず片付けてからやね。話はそれからだ。オッケー。うん。あ、これ倒しちゃうね。あ、よかったよかった。ちゃんと当ててね。バツ。当たりはでかい。かへんか。クラン。外れた。外れた。40か。お、写真？
オッケー。一発でめっちゃ食らうね。私は負けるというの。カンプレテテ。またしてもどうしてどうしてあったみたいな女に。せすなよ、無駄なところで時間食ったわ。行くわよ。カタキが出てる。カタキが。はい。よいしょ。ほいほいほい。もうレベル B ボーナスはいらない、レベル A もいらない、 C と D が1個ずつか。よし、お、来た、かけいさん。まさか軍の指導部隊までやる。やつら苦手すぎるわ。まあやられて当然よ。殺傷防衛ラインだ。後がないぞ。僕隊を爆死する。おい、大丈夫なのか、そっちは。キャプテン防衛艇に現れました。あなたは気にせず、ご安心ください。私は死にたくないぞ。絶対に東京へ行く。頼む。私のスーツの戦闘に参加してみ。エリー、パパを守らなくちゃ。お願い。ダメだ、子供は背伸びする。いや、パパのところに行っているんだ。あとは我々に任したまえ。あの子は一生懸命の前を泳いでやるかいな。言うな、今は完全の敵だけ考えろ。磁力最大切り替える。メタロール噴射開始。なんだと。じゃあここでこいつらを倒してさっさと東京に帰りたいもんでね。もう勇気が貸してきたわ。私も最大出力でいきます。おいおい、お前たちやめろ。部活でバッタラでは始末よ。まあここで彼らを処理してエリーを安静させてあげたいと思いましてね。公安7課機動襲撃第1部隊出るぞ。公安7課機動襲撃第2部隊行きます。メッションスタート。こいつがこの水木で30秒で、ヒエン、ハヤテ、カケイ、ヨシオ、ほいほい、ジンライ、トリュウ、ヒエン、レテ、クシャフリーか、ジンライ、ハヤテ、アサルトライフル。ああ、こいつがスナイパーライフルか。一旦様子見。まあ多分寄ってくるやろうから、寄ってくるやつをまずは迎撃する。あー、ここじゃギリギリ届かない。ジェムが完全インファイターなので、とりあえずこっち。どうしようかな。
こいつら二人で迎撃するかね。よし、方針は決定。ふぅ、オッケー、よいしょ、オッケー。おー、ダメだまあ、スナイパーライフルでボスには届かんのよね。この位置では届かんのよね。いけた。ちょっと先にボスに先制点を食らわせましょう。もう一回。あんまり進みすぎない。オッケー。来た。ふぅ。ふぅ。よし。一番防御力の低いやつはこいつか。なら一発やっとくかね。よいしょ。残念。こっちはフィード20、向こうが10か。よいしょ。おっと、硬かった。よいしょ。ほい。そこは当ててくんないとね。当たりゃでけえ。私が負けたのだ。お前たちにはない。その期待に負けたのだ。セブン、貴様に負けたのではない。地球人との絆に負けたのだ。ってやつやね。うん、まあ仕方がない。どっちにしようかな。よいしょ。頭数が減らなかった。よし。勝った。勝ったいな。うん。うん。どうしようかな。撃てー。オッケー。すいません。離脱します。当たりでかい。どっちの方が攻撃力高いかな。よいしょっと。じゃあこうしよう。一発。オッケー。
あ、おお、あ、これいける。オッケー。カナタ、ここに持って。いやよ。あー、ギリギリ届かないな。よいしょ。よし。あ、動かへん。さて、どうしたものかね。よいしょ。あ、一応食らうのね。じゃあちょっと任せようかしらね。このお二方を切り込みで、よいしょ。お、動き始めた。うう、あんまり食らわなかった。ただ硬いだけだ。スナイパーライフルがここにいるのよね。じゃあちょっとスナイパーライフルはスナイパーライフルに任せましょうかね。よいしょっと。よし。いや、スナイパーライフル同士仲良くしましょうや。はい、おしまい。なんてこと。ディフェンスが34あるのね。狙いは決まった。リーバス、こっち。よし。んで、でセイバーこっち。一発。オッケー。オッケー。でベルスはこっち側や。んでジェムの相手は上だ。よし。よし、あとはベルス、あんたがやるんだ。もう一発がなかった。カペテテ、超金持ち。私がやられたか。これで公安のスーツは打ち止めみたいね。吉祥寺、大変です、家計室長。どうした。ただいま本土から命令変更が来ました。なんだと、つだよ。しかし、ええか、はよ。公安七課はエルベルト・ポックの護衛を終了して退せると。なんだと。命令は以上です。一体どういうことだ。一体何のために部下を。総理、どうするんだ。どうするんだ。公安のスーツが出た。私は死ぬのか。おい、誰か。大丈夫だって。頼むぞ、エリー、頼む。
ういうことです、総理。なぜ GSN 参加されて僕隊の拘束命令など、内政干渉だ。違う。取引や。僕隊と GSN、どっちも取り比べてます。ですが拘束したのです。ああ、いい。拘束ならばスーツがなくてもできる。国体は GS で引き渡す。でな、シギル。納得できませんな。数世紀前の日本にあなたを戻すつもりか。日本は再び純属国となるのか。これ以上僕と付き合うのは危険すぎる。ならば僕をコントロールすればよい。笑わない必要なのは彼の知識です。それをうまく利用さえすれば。あら、もう決まったことだ。もうすぐ僕とドライバー巻き仕事、GS でのクラッター爆弾で吹っ飛ぶ。バカバカしい、付き合っておれ。いかがなされました。いるふうに伝えろ。弾道スーツを持って僕隊を確保、こちらへ持ってくるように。は、あ、しかし私の独断だ。構わん、いずれ私の独断が国の意思になる。僕の持ってきたドライバーのサンプルはどうなっている。あ、急ピッチで作業を進め、2個小体程度のスーツに組み込みました。性能比は約 180%。ポッカの資料より少し数値が低いですが、ま、未完成のためと。よし、高速移送機でその部隊をカラフトへ送れ。ウィルフの撤退時言語に回す。は、すでにニューフルセレイムの要請により3時間前に送っております。滑走路に出た。スミレとポッカはいつこ。待て、見つけ反応確認。スーツや。子供はどけと言ったはずよ。次はやめるともね。あなたたちが見るとパパに邪魔はしないで。パパただ命令通りでドライバーを作っただけ。なのにいない人たちがどうしてやめようとすんの。私たちも命令従っているだけよ。どけ。それはできない。パパを守る。絶対に。また子供を殺すのか。私は前期目標行動不能に。はい、ということでね、はい、今回はここで終わりましょう。それでは皆さん、バルリオス、次回は続きます。